はい、ご視聴ありがとうございます。1週間のご無沙汰でした。毎週水曜日恒例の山本周五郎作品コメント紹介のコーナーです。この1週間皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。まあ、思い返してみますと、この1週間は非常に毎日の寒暖差が激しくですね、ある時はまあ秋を越して、もう晩秋のような、むしろ寒いといったぐらいの、半袖ではちょっと足りないぐらいの低い温度になった日が続いたかと思うと、また急に残暑がぶり返したりして、まあ30度過ぎたり20度だったり、この10度の違いが短い間に変化して、まあ季節の変わり目ではあるんですけれども、今日はどうなるんだろう、明日はどうなるんだろうというような毎日だったような気がします。まあこれも考えてみればですね、まあ最大のトピックがこの温度差ということだったというのは、まあ割と平和というか、まあおめでたい方で、大雨だとか水害だとかそういうのに比べますと、まあ物理的な被害は割と少なく、その前の週に続きましたような台風の被害とかそういうこともなく、まあ言ってみれば暑い寒いという、まあ、耐久レベルのですね、日々ではあったかなというふうに思ったりもしています。まああるいは私の知らないところでなんかそういう被害のあった地域もいましたら、ちょっと申し訳ないと思うんですけれども、少なくとも東京は割と穏やかな、まあ秋の初めのひとときであったというような気がいたします。まあいつも行く農園では前にもお話ししましたが、ナスを残して夏野菜であったトマトやトウモロコシなどをすっかり姿を消しまして、割と広々というのはですね、実はそのナスの脇にはすでに小さなビニールハウスができていて、その中ではどうやらほうれん草とか、あるいはまあネギとか豆とか、そういう冬野菜の方ですね、がまあひっそりと育っている。まあこれをよく考えれば、まあ、夏野菜というのはやはり太陽に向かって大きく大きく高く豆を覆うくらいに枝を広げて伸びていくわけなんですが、これとは逆に冬の太陽の力の弱い時にはむしろ地を這うようになるべく地面に近く横に横に、まあ、割と目には立たないような形でそれでもしっかりと根を張っているのかなと思い、これもまあ季節感であり一つの人生にも例えられるかなというふうに思ったりもしています。まあ、人生に例えるというとよく思い出す一つの詩があって、その詩は先週金木犀の香りに魅せられたその同じ道が今週は銀杏の悪臭、これが人生という、まあ、詩の一節があって、そしてまたその先に続くのがその悪臭の銀杏の硬い殻の中には身の美味なるかな、これもまた人生ということで、まさに今現在は私の住む東京地方杉並のあたりでは金木犀が満開で、ふっと道を歩いていて、まあ夢心地になるような素晴らしい香りがして、ふと見ると金木犀が満開という、一日に何度かそういう体験をしたりする素晴らしい一時期なんですけれども、おそらく来週は金木犀の香りも消えて、その代わりにものすごい、まあ、銀杏のイチョウの実ですねのすごい匂いがするようになるのかなと思います。そしてまあそれこそが人生であると、いいことも悪いこともなかなか続かない、そしてその悪臭の銀杏の殻の中にはおいしいおいしい銀杏の実がなっているというような、それもまた人生ですよというような詩ですね。この詩私大好きなんですけれども、まあ、この詩は実は私の作品ですという、まあ、結局自画自賛になってしまいましたが、そんな季節感を感じている今日この頃です。それでは枕はこのくらいにいたしまして、早速本題の方に
入っていきたいと思います。まず最初のコーナーは先週のこのプログラムへのコメントのご紹介からです。9月8日のこの番組へのコメントです。視聴率お構いなし、売っちゃっといて。先日テレビで芥川賞、直木賞の決まるまでの顛末を特集した番組を拝見。作家、出版社担当者、印刷所、製本所、紙問屋、作者の出身地の書店、選者、裏から表から内面にもスポットライトを当て、引きこもごもの末、はい、発表、授賞式。目指しているものが違うような、商業主義に踊らされているような、すべての賞をご辞退なさった山本周五郎先生、あっぱれ。今さらながら眩しく輝いて見えました。読者のさまざまな思いに寄り添い、励まし、叱咤する膨大な作品群。亡くなられて54年経るも、こうして朗読のツールを継続してくださる方、生きる糧、励み、楽しみに拝聴の我々。さて、雲母の竹の子、失礼のように排出される小説というもの、時流に乗って一過性のあまたのありますこと、心眼を見極めて心に語りかける作品を大切にしていきたいと思います。そのような意味合いからも多様なジャンルと厳選された作品の朗読、感謝の念に絶えませんというコメントをいただいております。どうもありがとうございます。ご紹介いただいたテレビの番組は私は拝見しておりませんが、なんとなく雰囲気は伝わるような気はします。視聴率につきましてはですね、先週いろいろこの YouTube に関しても含めてお話ししたような思いですが、かといって視聴率は無視するわけにはいかないし、一つの受け入れられている目安として大事にしつつも、それだけに引きずられないようにしていこうかなとは思っております。周五郎先生もなかなか売れなかった時代というのが非常に長くて、作風を変えたり編集部からいろいろ注文をつけられたり、ペンネームをたくさん使っていろんな作品ジャンルを書いてみたり、売れるまでの苦労というのは非常に長くて辛いものだったと想像されますけれども、売れたことの一つのピークとして直木賞の候補というのがあったと思うんですけれども、その時には相当腹も決まっていて、そういうことになったのかなというふうには想像します。そしてここに書かれているように、その作品群は非常に膨大でして、実際に朗読してみるとよくわかるんですけれども、いわゆる文豪と言われている人たちがいますけれども、その人たち、確かに名作も多いんですけれども、多いとは言いながら、その量と質においてこれほど豊かな人は本当に数少ない。何作かの非常な名作を何作かだけ持っている人というのは、いますし、非常に貴重な名作ではあるんですけれども、これほどにバリエーションに富んで、その長いものから短いものまで、そしてジャンルの広さ、文体の豊かさなどなど、質量ともに優れた作家というのはなかなかないなというふうに思っています。そして一時期はあまり朗読している人も少なかったんですけれども、このところ非常に朗読者が増えまして、コロナの影響ということもあったりするかと思うんですが、朗読作品としても非常に人気の高い人になっている。そして新しい人たちが読んで視聴者を増やすという意味でも現在稀有な作家ではないかと思います。直木賞というのは誰でもよく知っていることなんですけれども、その直木賞の元となった直木35という人の作品は今ほとんど読まれていない。南国太平記という作品、末光久之助という作品がテレビで取り上げられたのももう何十年も前のことですが、
その他には仇討ち物など、まあ、時代物をたくさん書いた人なんですけれども、賞にのみ名を残してもうかなり古い忘れられかけた作家になりつつあるのに比べてですね、まあ、山本周五郎作品は次々に現在でも新しくテレビドラマ化され映画化されているという、そしてどの本屋にも必ず並んでいるという非常に息の長い、そして再評価が繰り返されている作家だと思います。まあ、最近私も始めた富田恒雄といういわゆる姿三四郎や西郷隆盛を書いた作家なんですが、そのウィキペディアを見ますと当時は非常な人気作家で長者番付にも必ず載っていたということが書いてあって、姿三四郎は確かに黒沢映画にもなりましたし、その後テレビなどでも再三取り上げられている作品で人気作ではあるんですけれども、まあ数も少ないし、今その富田恒雄という作家がいたということもあまり知られていないんじゃないでしょうか。亡くなった年は同じ年でほぼ同世代の作家だと思うんですけれども、富田恒雄、当時の人気大衆作家、そして今現在というのを考えると、改めて山本周五郎という作家の息の長さ、そしてその作品の値打ちというものがよくわかるような気がします。ということでコメントどうもありがとうございました。そしてこの日のこのプログラムへのコメントはもう一つあるんですが、非公開ということですので私だけ読んでここではご紹介しないでおきます。以上、先週の9月8日のこのコーナーへのコメントの紹介でした。それでは続きまして、ベスト10ですね。最近1ヶ月、8月16日から9月12日までの間で多くの方が、まあ、ご覧いただいた作品を10位から順に紹介しています。まず10位はベスト10の常連、初夜という作品です。タイトルもとても心惹かれるタイトルですが、内容もまたとても素晴らしくよくできた小説です。初夜、10位でした。そして9位が紅しごき一番首、これがベスト10に入っているということはとても私嬉しいですね。作品的にはあまりよく知られていない作品ではないかと思うんですけれども、とてもいい、この作者らしいいいところがたくさん出ている作品の一つです。紅しごき一番首、9位でした。8位が新潮記、その連続編集の1が8位に入っております。まあ、この新潮記という作品はいわゆる長編小説で、文庫本丸々1冊分なんですけれども、現在40回を過ぎてすでに半分以上、3分の2ぐらいまで毎日読み進めておりまして、あと残り3分の1ほどを残すというところです。まあ、幕末から維新に向かって走っていく人々の姿を描いた群像劇ですね。非常に緊張する場面の連続です。その新潮記の最初の連続編集の部分が第8位に入っております。続いて7位が荒野の落日という山本周五郎初期作家時代、山本周五郎になる以前に、まあ、同人誌に発表した若書きの作品です。だいぶ作風の違う、その違いと共通する部分などなどを見る上でとても重要な作品だと思います。第7位が荒野の落日でした。そして第6位には武道用心記、まあ、この辺りになってきますと初期の作風からだんだん円熟を増してきた、まあ、熟練の作品ですね。武道用心記6位。そして5位が秋風連、秋風の恋と書く秋風連という作品、これもあまり知られていませんが、まあ、文庫本とかにはなっていない
なかなか手に入りにくい小説ですけれども、非常にまあロマンを感じさせるいい作品です。5位が秋風連秋風の恋、そして4位は末っ子、まあ、末っ子は青空文庫にも公開されておりますので、割と目につきやすい作品ですが、これまた味のある作品です。そして3位が秋風帰らずと書いて秋風吹き、あるいは秋風吹き、これも今の季節にぴったりの作品ではあると思います。そして続いて2位は無頼は打たず、夜霧の半太郎というタイトルからもわかるように、まあ、ヤクザ、都政人の出てくる小説です。そして1位は、まあ、堂々、一年不退転。これもまた文庫本にはなっていないので、割と手に入りにくい作品ですけれども、非常にこの作者の特徴がよく出た、とてもいい作品だと思います。このベスト10でも毎回ご紹介していますが、今回も1位は一年不退転という作品でした。以上、堂々10作、どれも素晴らしい作品です。それでは続きまして、イサナチャンネルのベスト10の方も見ていきたいと思います。第10位、これ初登場ですね。固定の秘密という、まあ、いわゆる少年少女向きに書かれたジュブナイル作品、これがベスト10の10位に入っております。これもまあ一つ喜ばしいことで、まあ大人向けの作品にもかなり質量ともに素晴らしかったんですけれども、その一方で、まあ、お子さん向けの作品の中にも素晴らしいものもたくさんあります。数も多いです。そしてあまり他の朗読者が読んでいないこともありますので、これからどんどんこの分野読んでいくようになると思います。固定の秘密、第10位でした。そして9位が、あ、これも嬉しいですね。寛永競合伝という、最近その20回が終わりました作品ですね。これが9位に入っております。続いて8位が、岡本喜道作、半七捕物帳より、川越の次郎兵衛。そして7位にも同じ岡本喜道作「半七捕物帳」より「二人女房」が入っております。まあ岡本喜道、時代的には中五郎より少し前の時代、明治から大正にかけて活躍した作家のですが、この方もまた良質ともに優れた作品を残しております。8位が「川越の次郎兵衛」、7位が二人女房という作品でした。そして6位には周五郎の天地盛大が入っております。これは8月の末ぐらいからスタートして、まだ始まったばかりのところなんですが、今現在第12回目まで読んでおりますけれども、まあ、いきなり複雑な結婚問題が出たかと思うと、突然起こる安政の大地震、そしてその大地震の被災地江戸の描写などが、まあ、非常にリアルでですね、これはおそらく作者の体験した関東大震災の経験が元になっている描写だと思いますけれども、まあ、地震災害というのは今も私たちに非常に身近な、まあ、共感できる体験ということで、非常に興味をそそられる展開ではあります。天地盛大、非常に長い作品ですので、これからまだまだ長く長く続いてゆっくりゆっくり読んでいこうと思いますが、6位に入っております。そして5位が残刊必殺人、秋五郎お得意の、まあ、激闘シーンが出てくる作品ですね。そして4位には新三郎親子、3位が熊の灘、そして2位、遠所と続きます。まあ、家族だったり、仕事だったり、郷土だったり、恋愛だったり、いろいろな場面と人生のシーンが描かれた作品群です。そして、イサナチャンネルの第1位が、
甲府評判記。この作品もまた文庫等には載っていない作品なんですけれども、非常にいい作品です。そして甲府、作者周五郎のふるさとですね、を舞台にした作品です。甲府評判記がイサナチャンネルの第1位でした。以上、岡本喜堂作品も含めてベスト10ご紹介いたしました。ベスト10の方には反映されておりませんけれども、イサナチャンネルのメインといえば虚空遍歴、現在139回を過ぎていよいよ最後のクライマックスに突入しようという大長編ですね。それから名は絵語読み、これも非常に分厚い文庫本の長い長い作品ですが、現在69回を過ぎて、これもまた最後のクライマックスに向かうところです。そして寛永競合伝、非常に人気の高い作品で、意外にも面白い展開でぐいぐい引きつけられていたんですけれども、なぜか20回をもちまして唐突に終わりまして、物語的にはいよいよこれからというところだったんですけれども、一説によりますと、相撲という雑誌に連載されていたんですが、その連載がパタッと止んでしまった、なんかの理由で止まってしまったんではないかというような、なんか非常にあっけない終わり方、これからどうなるんだろうという、起承転結の小天あたりで終わったような印象を受けます。花も刀もという平手美希、剣豪平手美希の書いた連載小説もなんか途中で終わったような感じで、しっくりこないものが残ったんですけれども、同じようにこの寛永競合伝もキャラクター的にもストーリー的にも非常に面白い作品だったんですが、ちょっと残念な気はいたしますが、一応20回で完結いたしております。そして今のところあと2作が間もなく終わりに向かっておりますので、これから新しいものを今準備中ですので、もう少しお待ちください。それからイサナチャンネルの方では、このところ周五郎のエッセイというものをいくつか取り上げて、その編集ものを出しておりますけれども、暗がりの弁当というシリーズものをまとめて出しました。この暗がりの弁当は短いエッセイがたくさん載っておりますので、この後も個別にも続けますし、連続編集の方も続けていきたいと思います。それから吉川英治の源頼朝、こちらも連続編集で最近アップしております。この後の大河ドラマでは鎌倉殿の13人という作品で、この頼朝、鎌倉がメインになるようですので、それに向けての予習ということも含めまして、また吉川英治得意の平家物語をベースにしつつ独自の展開を示している非常にいい作品の一つでありますので、源頼朝、この後続けていきたいと思います。それから小川未明の短編集もこの後アップする予定です。周五郎のもみの木は残ったは連続編集全14回が完了しました。これも質量ともに優れた代表作の一つですね。非常に名シーン、名台詞の連続で読み応えのある作品でした。はい、以上イサナチャンネルの近況報告でした。それではこの後はイグサチャンネルに戻りまして、各作品ごとのコメント紹介に移りたいと思います。イグサチャンネル最初の作品は、秋のかご、季節もぴったりですがコメントです。爽やかな秋風がと言いたいけれど、昨日も今日もこちらは雨、秋雨、元気なお二人さんに癒されましょうというコメントをいただいております。ありがとうございます。そうですね、こちらも雨です。こんな時にはカラッと落語風の作品、秋のかごで癒されてください。コメントありがとうございます。続きまして作品が
油断大敵という作品へのコメントです。お疲れ様です。人は皆普段からむごいことひどいことを考えたり言ったりしているけれど、本人自分は常に正当正義と思っていて全く気づいていなかったりします。まさに油断大敵であって、今日的に考えると最低限自分の胸に手を当てて正直にいようと感じました。ありがとうございました、というコメントをいただきました。どうもありがとうございます。まあ、この油断大敵という作品は武士道という視点から、まあ、その厳しさや日常生活の中の大事にすべきことなどについて書かれている作品なんですけれども、これをまあ現代に置き換えると、やはり周囲の人への気配りであったりバランスであったり、自分を律することというふうに、まあ、翻訳置き換えることができるかと思います。まあ、武士道というのはすでに別のものになってしまいましたけれども、その教え、そのテーマを今日的に生かすというような読み方、いいと思います。コメントどうもありがとうございます。油断大敵という作品へのコメントでした。続きましての作品はしじみ菓子という作品へのコメントです。事件には貧しさに人生を捨てようと、より力律之助、正義と勇気で泥から真実を救い取れるか、というコメントいただきました。ありがとうございます。まあ、このしじみ菓子という作品は貧しい暮らしの人々、そこに起きる犯罪、そして裁きとは何か、どのようにすべきか、といった非常に重いテーマを、まあ、描き込んでいる作品ですが、これもまた、まあ、考えるところ、思うところの多い作品だと思います。コメントどうもありがとうございます。続いての作品は、これは周五郎ではありませんが、桃川遠林、桃川初代助演、後述によります新吉原百人斬り、妖刀籠鶴瓶という、まあ、講談作品へのコメントです。寸前釈魔というけれど、若侍が来なければ何の邪心もなくて、もうすぐ生まれる子供と世話女房と三人、蕎麦屋で小さな幸せ、女房の父の目明かしの鉄蔵にも孫を見せに行けたかもしれないのに、一旦金の話を聞いたらもう走り出した悪は止まらない、駆け落ちした女房も子供も蕎麦屋も何もかもなくした、ただのひとときの思い出にすらならない、とはいえ博打に使い果たしてお転びはあったから、若侍の金の話を聞いた途端に悪に目覚めたのは仕方ないか、それで妻も子も蕎麦屋も全部なくして、それでもまた博打と女に行くというから、鬼道先生のドキュメンタリータッチの籠鶴瓶に比べてはるかにキャラクターが立ち、物語にも厚みと勢いがある、世話講談の強みか、女性たちも生き生きしている、というコメントです。それから同じ作品への一行コメント、おこん姉さんまくりましたね、という一行コメントもいただいております。そう、おこん姉さんは他の作品、怪談の戸田川堤のおこん殺しではこんなにはっちゃけたキャラクターではなかったんですが、殺されるだけのかわいそうな人だったんですが、こちらでは大活躍をしています。さっきのコメントの方にもありました通り、これ岡本喜道の籠鶴瓶という小説作品もあるんですけれども、この講談新吉原百人斬りは本当にやれ吉原だとか博打だとか殺しだとか、そんな犯罪ダークサイドのことばっかり続いていて、次から次へと、まあ、犯罪が起こってくるダークストーリーなんですけれども、なぜか引きつけられるんですね。考えてみると戦争とかとはまた違って、こういう悪とか犯罪とかは誰にもいつでも起こりうる可能性がある、危険性があることで、人事とは思えないし、そして悪も今はこの穏やかな現代生活の中でないように見えるけれども、実はすぐそばにあって、いつ自分もそうなるかわからないというような恐怖と興味関心と
が刺激されるのかなと思っています。そしてこの講談は非常に長い長い講談なんですけれども、今、ようやく3分の1ぐらいまで来てますが、まだまだ全然吉原も出てこないし、八橋も出てこないし、それどころか次郎左衛門でなくて父の話が非常に長くてですね、講談がどんどんこう話に尾ひれがついていって、そこの部分が広がっていく面白さもあったりすると思うんですけれども、まだまだ長い講談、これからもっともっと楽しく読んでいきたいと思っています。コメントどうもありがとうございます。それから引き続いて、これもまた秀五郎作品ではありませんが、この秋の新しい企画としてスタートしました古今和歌集の秋の歌を読むということで、朗読研究鑑賞プログラムということでスタートしました。コメントです。正直驚きました。読み方が変わりますと印象も随分違いました。宇宙人的な読み方に思わず大合ってると真似てしまいました。古今和歌集がこんなにも楽しんだことはありません。発想が素晴らしい、さすがです、というコメントいただきました。どうもありがとうございます。もう一つ同じ作品へのコメントです。今まさに北から南へ一等星ほどの明るさの人工衛星とおぼしきものが動いて行きました。宇宙人の読む和歌、もしかしたら当時の人々はこのような抑揚で会話していたかもしれない。素敵な試みを楽しませていただきました。秋絹と目にはさやかに、子供の頃初めてそらんじた和歌です。今頃の微妙な季節の変化を言い得て妙なり、というコメントいただきました。ありがとうございます。この古今和歌集のプログラムは、語句の解説とかそういう学問的な研究ではなくて、やはり朗読という視点から読んでみましたので、宇宙人の読み方とか AI の読み方とか駅のアナウンスの読み方とかで試みています。この後も引き続きいろんなゲストのタイプの方々の読み方で読んでみるという試みも続けていきたいと思います。まだまだ手探りで、あれもしたいこれもしたいと思っているんですけれども、古今和歌集読んでいきたいと思います。季節はまさに秋、芸術の秋です。コメントどうもありがとうございます。ちなみに今不思議に思っているのは、秋絹と目にはさやかに見えねども、風の音にぞ驚かれぬる。これいろんな解説を読みましたけれども、風の音って何でしょう。どの解説も当たり前のように風の音ってあるんですが、秋の風の音、この音というのがなんか今と違うんでしょうか。そしてこれ、この句以外に風の音というのは、例えば木枯らしが戸を叩く音とか、よほどビュービューいう音しか思いつかないんですが、例えばこれが風の匂いにとか、今金木犀が匂っているので風の匂いに驚かれぬだと非常に分かりやすいんですけれども、夏の風と秋の風の音の違い、それを感じるところがこの歌人のセンスの素晴らしさといえばそれまでですけれども、ちょっとなんかピンとこないんですね。あるいはこの音というのが今と別の意味があったんでしょうか。風の湿度とか、確かに秋の風っていうのはちょっと涼しかったり湿り気があったり、感触は違うんですが、それを音というふうに現代では感じる人はまずいないと思うんですよね。そしてこれを音と表現した現代歌人がいたら、おそらく詩としてはそれを評価する人は少ないんじゃないかと思うんです。こういう大古典のトップに出ている有名な歌だから、みんな納得しているかもしれませんが、これを現代の無名歌人がやったら、なんだこれはというふうに明らかに突っ込まれるかと思うんですが、これはまだわかりません。あるいは風の音というのに何か別の意味があるのかなというふうにも思っています。何かご存知の方がいたらぜひ教えてください。ということで、すいません、長くなりましたが、古今和歌集
朗読プログラム企画へのコメントでした。ありがとうございます。続いての作品はこれまた周五郎ではございません。チェーホフ作、陣在清志役のカモメへのコメントです。目を閉じて舞台を作って拝聴。かっちりと舞台です。登場人物にスーッと引き込まれてアルカージナのセリフを楽しみました。ポリーナ、ニーナ、みんな好き。これはカモメの1幕2幕前半の部分へのコメント。後半の方へはこういうコメントをいただいています。セリフがキラキラいっぱい、これぞ舞台劇、最後衝撃的というコメントをそれぞれいただきました。ありがとうございます。まあ舞台というものがですね、まあコロナ禍で非常に遠ざかってしまいまして、それでも最近ちらほらと舞台復活しますというようなまあお知らせの郵便をいただいたりするんですけれども、まだまだ厳しく、そんな中でこの舞台の台本、戯曲を読むというのは非常に、目で読むと非常に難しいんですね、やはり。そして声に出して生きるようなセリフ、そして特にチェーホフはそういうセリフ、人間関係、キャラクター、非常にまあ練り上げられたセリフと構成が素晴らしいので、ぜひこれを耳から味わいたいという思い、そしてまあ遠ざかった舞台の代わりに日常生活の中にこういう舞台鑑賞というチャンスがあったらいいなという気持ちで、カモメと桜の園、この時期に再編集して連続編集でアップしました。桜の園の方にもコメントいただいておりまして、素晴らしかったです。お一人でどのように声色を使い分けるのかと思いましたが、それぞれの役にふさわしい雰囲気があって想像力をかきたてられました、というコメントを桜の園の方にいただいております。ありがとうございます。この桜の園もですね、非常に魅力的で個性的な人物が次々に現れて、まあ、絡んでいく、そして物語を紡いでいきますので、まあ、小説のような補足の文章がなくてセリフだけですので、非常にまあ難しいんですけれども、とてもやりがいのあるまあ仕事でした。桜の園の方もぜひお聞きいただければと思います。この後三人姉妹とワーニャおじさんの方も今まだ途中なんですけれども、ぜひ完成させたいと思っています。以上、チェーホフのカモメと桜の園へのコメントでした。どうもありがとうございます。それからこれもまた周五郎作品ではなくて、野村古道作の銭形平次捕物控えの嘆きの菩薩という作品へのコメントです。人情味のある裁き、日本人の日本人たるゆえん、最近は別種の日本人が増えてきている気がする、日本人に帰らないといけない、というコメントをいただきました。どうもありがとうございます。まあこの野村古道の銭形平次シリーズ、ファンも非常に多く、当時もそして今も多くの人々に愛されている作品なんですけれども、本当に短い1時間前後で毎回、それなのにその人物が非常に際立って生きていて、トリックもよく考えられ、そしてそこにまあ江戸情緒とか人情味などが生きている、とてもよくできた短編小説群です。このところ続けてアップしておりますので、これからもどんどん読んでいきたいと思います。コメントどうもありがとうございます。続きましては周五郎作品で、秋風連、秋風の恋と書きますが、秋風連へのコメントです。山本周五郎が好きで拝聴しております。女性の部分の艶のある声も素敵です。また知らない作品があり嬉しいです。リクエストとして可能なら、以前のように鈴の音が作品名と本編の間に入れてくれると嬉しいです。あの音色で作品に入り込む感じが好きでした。復活していただけたらと、というコメントをいただきました。ありがとうございます。
のシューフーレンという作品、また非常にファンタジックな趣のある、まあ、女性キャラクターも非常に生きているいいお話ですね。そしてこの鈴の音というのはカウベルのことなんですけれども、このカウベルはですね、本場の小諸の、まあ、元牧場のあった近くで入手した貴重なお宝なんですけれども、おそらく現地の牧場で実際に使われていた牛の首に下がっていたのかなというようなカウベルを使っています。このところしばらく使っていませんでしたけれども、復活して時々使ってみたいと思います。コメントありがとうございます。同じ作品へのコメント、素敵な朗読、目つぶって聞いています。映画を見ているように絵が出てきます。イグサさんの朗読は何十遍も聞いていますが、シューフーレンはすごいです。ありがとうございます。というコメントをいただいております。どうもありがとうございます。そうですね。特にこの作品は目をつぶって思い浮かべながら聞いていただけるといい作品だと思います。同じくこの作品へのコメント。いつの世もいつの時代にも理不尽な事柄は起こる。とりわけ武士の道。理不尽なことにも理としなくてはならなかった時代。武士道とは辛く厳しいものだというコメントをいただきました。どうもありがとうございます。そうですね、武士道の厳しさ。今とは違うところもあり、今に通じることもありますので、その辺も含めて味わい深い作品だと思います。コメントどうもありがとうございます。コメントの方まだまだたくさんあって読み切れないぐらいあるんですけれども、ちょっとお時間のこともありますので、今回はこれまでということで、その他のコメントもすべて読ませていただいております。お返事もしきれていませんけれども、目を通させていただいてますので、これからもお聞きいただきましてコメント等いただければと思います。まだまだ雨も続きそうですし、これからおそらく台風も来るでしょうし、まあ暑かったり寒かったり、まあ複雑な天気が続いていくかと思いますけれども、皆様どうぞお気をつけいただいて、また来週水曜日にお届けしたいと思います。イグサチャンネルの方では、安政三天狗、新潮記などを中心に短編、それから野村古道、岡本喜道、そして最近では久尾十蘭の平賀源内捕物帳もスタートしました。それから富田恒夫の姿三四郎、そして暁の巨人西郷隆盛という2本の作品をスタートしました。古今和歌集のシリーズも続けていきたいと思っています。スタンダールのパルムの総印もいよいよ下の巻に入り、後半の盛り上がりに入っていきつつあります。そしてまた新しい企画の方も現在準備中ですので、近々ご覧いただけるかと思います。それでは季節の変わり目、皆様お体にお気をつけて、来週までお健やかにお過ごしください。どうもありがとうございます。それではまた。